聖書をお開きくださいエペソビトへの手紙のシリーズを今もう何年しているでしょうか3年以上4年以上になりますけどエペソビトへの手紙の6章を今私たちは共に見ていてこの霊的な戦いの箇所に来ましたでこの霊的な戦いについて書かれている箇所がありますねそれは6章の、ね、10節に 10節から書いてあります。終わりに言います。このエペソビトの手紙の本当にクライマックスで最後の最後に私たちに伝えたいことがあります。それは何なのか ?11 節悪魔の策略に対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさい。はい。なので私たちは今、この敵である、このサタンについて共に学んでおります。私たちの敵が誰であるのか 知る必要があります。今日は、前回はイエス様がどのようにサタンの誘惑を受けたのかを共に学びました。今日は、ペテロとユダの受けたサタンからの誘惑に目を留めたいと思います。ではまた、聖書をお持ちの方、ペテロが登場する箇所。ヨハネの、えー、少々お待ちください。えっ、ー、とね、 はい。マタイの福音書です。マタイの福音書の16章、21節から25節になります。サタンは荒野でイエス様がバプテスマを受けた後、イエス様を誘惑して、イエス様を罪に陥らせようとしましたが、失敗しましたね。その後、サタンは誰に目を向けるのか。それはイエス様の近くにいる 近い弟子たち。イエス様の最も信頼する弟子たちを誘惑して、罪に陥,陥らせようとします、ね。私たちは、もちろんね、教会の牧師、教会のスタッフ、そして教会でいろいろなミニストリーに関わっている人たち、一人一人のために、固く立つことができるように祈らなければなりません。 では、この箇所をお読みします。マタイの福音書の16章21から25。その時からイエスは、ご自分がエルサレムに行って、長老たち、祭首相たち、立法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。でそこで一度止めます。イエス様は、この地上におられる間、弟子たちに、 ま、簡単にまとめるなら、二つのことを示しました。一つ目、それはご自分が誰であるのか。ね、ご自分が誰であるのか。ね、神の御子である。救い主である。ね、イエス。それ以外にイエス・キリストは、ご自分がこの地上に来られて、このご自分の働きについても説明されました。ね、二つ目、ご自分の働き。で、その働きを聞いた ペテロの反応がここに記されていますね。イエス様はね、十字架で死ぬことをここで伝えます。でもそれは弟子たちには理解できない。自分たちが想像していた救い主、メシアとは違ったのです。ここでサタンが誘惑しますね。すると、えー、ごめんなさい。えっ、ー、とね、どこまで読みましたっけするとペテロは、 イエスを脇にお連れした。ねイエス様がこんなことを言われたので、うわ、イエス様を正さないといけない。いめ始めます。主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずがありません。なんでこんなことを言うのですかあなたはこのために地上に来られたのではないですよ。っていうとんでもない自己中心的な フライドのある高慢,高慢なことを言い始めます。しかし、イエスは振り向いて、はい。振り向いてペテロに言われた。下がれ、サタン。あなたは私をつまずかせるものだ。ね、サタンはイエス様をつまずかせようとしています。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。 はい。ここに問題が記されていますね。ペテロは神様、神様の御心をご計画のことは考えていません。人のこと、ね。人の計画、自分の理想を考えて思っていました。それからイエスは弟子たちに言われた。はい。皆さん、ここにペテロがどうしてここでサタンの誘惑を受けてしまって、 で、ここであの誤解がよくありますけど、ペテロはサタンに取り憑かれていません。よろしいですかペテロのうちにサタンが乗り込んでこれを語っているのではありません。これまた次回のメッセージにまた説明すると思いますけど、ここでペテロは、ね、これは、イエス様は、ね、さ、あの、ペテロのね、この考えに対して、 これはサタンの思い、サタンの意志、ペテロの心の内にサタンがこの考え、思いを、まあ、投げ入れたって言ってもいいでしょう。誘惑をして、この思いを与えてペテロはその誘惑に負けて、それを口にしてしまった。私たちも気をつけなければなりません。 で、このにえ、後半を見てください。それからイエスは弟子たちに言われた、ね、すぐこの後、素晴らしいカウンセリングの機会です。ね、誰かが罪に陥,陥ってしまいました。どうすればいいでしょう私たちは神の御言葉で、そのものを励ます。その方が、聖書的に考える、今、人の思いで考えているペテロがいます。それを正す必要があります。 どうやって正せばいいのでしょう神の御言葉です。ね、それが聖書カウンセリング。イエスは弟子たちに言われた、誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追って、私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。 これがペテロに必要でした。サタンの誘惑に負けて、人の思いで考えるのではなく、自分を捨てる。自分の十字架を追う。そうすれば、私たちはイエスに従い、イエス様の喜ばれることを考え、それを行動に移すことができます。だから私たちは、聖書を読み、礼拝に集い、御言葉を聞く、共に祈る。 ライフグループ、スモールグループの交わり、これらが必要です。もう一箇所、ね、見てい,いただきたいと思います。別の箇所にどうしてペテロが誘惑に巻きたのかが記されていると思います。次の箇所、ルカの福音書の22章、ルカの福音書の22章、31から34節。指紋指紋見なさい。 サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ねペテロがイエス様を裏切る前のね。 あの、イエス様の励まし、またカウンセリングって呼んでもいいでしょう。これ、助言です。問題がありますね、ここに。ペテロの信仰がなくならないように祈る。ペテロの信仰が薄かったということがわかるでしょう。そのためにペテロは、ね、この後読みましょうか。なんて書いてありますかシモンをイエスに言った、主よ。あなたとご一緒なら、老であろうと死んで、 あろうと死であろうと。覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言っておきます。もうペテロは自分の力では何でもできる。ね。人の思いですね。信仰が薄いです。ペテロ、あなたに言っておきます。今日、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。三回もイエス様を否定してしまいました。 私たちも気をつけなければいけないことです。ね。ペテロの、えっ、ー、と、ペテロのように罪に陥らないため、私たちは信仰が強められますように祈る、ね。イエス様を信じながら、ね。人の思いではなく、ね。人の、私たちの十字架を背負って生活する必要があります。皆さんは、 ね、ペテロのように、この恐れを経験して罪を犯してしまったことってありますか、ね、私たちも日々の生活の中でサタン。ね、サタンは私たちをどのように誘惑しているでしょうかね、どのように私たちの思い、考えを影響しているでしょうかどうですか皆さん。ね、サタンが皆さんの目の前に現れたことはありますかないと思います。ね、ないと思います。 ありますかねサタンはこの時代、ね、私たちクリスチャン、どのように誘惑しているのかペテロのように、どのように私たちの思い、考えをこの世的に変えているのでしょうか人の思いを私たちの頭の中に入れてしまっているのでしょうかそれは、ね、いくつもありますね。数えきれない方法があります。サタンはこの世の神であり、 いろいろなものをね、コントロールしています。テレビ、ね、テレビで見るいろいろな情報、映画、ラジオ、音楽、ね、この世的なメッセージがそれらのいろいろなものを通して伝えられています。私たちは気をつけなければなりません。何を見ているのか、 何を聞いているのか。今この時代はもう数えきれないほどもう偽りのニュースも回っているし、そのニュースを使って国民の考えを変えようとしていたりしていますよね。私たちは常に神の御言葉とそれを照らし合わせて何が真実であるのかを考えなければなりません。騙されてはいけません。 一番私が、まあ、先ほどのガブリエルの証を聞いて心配なのは子供たちです。ね、子供たち。特に信仰のまだ薄い、または信仰のまだない子供たち。いとも簡単に情報を聞いてそれを受け入れてしまいます。いとも簡単に周りの友人の生活の仕方を見て影響されます。 聖書的ではない、神様の悲しまれる考えをどんどん受け入れてしまっている私たちの子供たちがいます。小学生の子供たち、中学校にいる子供たち、高校にいる私たちの愛する愛する子供たちが、残念ながら、この世のサタン、ね、神であるサタンが、いろいろなところを影響して、ね、インターネット、YouTube、 ね私たちは子供たちに自由にスマホを渡して、ね YouTube のビデオを見せていますかし、気をつけないといけません。何を見ているのでしょうかテレビ、ね映画。何も心配しないで、何も親が最初に見ないで、信頼しきって、そのビデオを見させてしまっているでしょうかもちろん私たちは大人です。 ね。信仰が強い。なので、いろいろな情報を見ても、いや、これは間違っている。これは聖書的ではない。これは神様が悲しまれることだ。っていうふうに判断できますね。でも、私たちの子供たちはまだ違います。だから、子供たちのために祈る必要があります。子供たちのために祈り、そして子供たちに聖書を教える、または子供たちを守る必要がありますね。 まあだから私たちの教会ではチャーチスクールを始めました。ね、この世がどれほど悪に染まっているものか、ものなのか、私たちは理解しているから。私たちの子供たちがこの世の影響をどれほど小学校、中学校、高校で受けるのかを知っているから、ね、私たちの子供たちに、ね、真実を教えたい。 しこの信仰が強くなることを願っています、ね。ぜひまたこの祈り会でそのことを祈っていただきたいなと思います。はい。えー、もっとあります。いいですかもう少し。<laughs> もう少し。今度は、今度、一緒に見たい聖書、箇所。ユダです。ユダ。 ね。ペテロとユダの違いは皆さんご存知ですね。ペテロは、サタンの誘惑を受けて、ね、その思いを心にれもう受け入れてしまって、間違ったことを考えて、恐れて、ね、人の考えで行動してイエスを否定してしまいました。ユダはどうでしょうか。ペテロは、ね、その罪を犯してしまった後に罪を悔い改めてましたね。許されます。 でも、ユダという人物は違いました。罪を犯してしまいます。その後、悔い改めは聖書に記されておりません。自分の命を自分の手で奪ってしまいました。自殺をしました。ね、とても残念なことです。じゃあ、このユダの箇所をちょっとお読みしますね。さて、杉越の祭りの前のこと、これはヨハネの福音書の13章、ヨハネの福音書の13章の 一節から三節になります。ヨハネの福音書1十三章、一節から三過杉越の祭りの前のことイエスは、この世を去って父の身元に行く。ご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは、彼らを最後まで愛された。夕食の間のこと、悪魔はすでにシモンの子。 イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうという思いを入れていた。イエスは父が万物,万物をご自分の手に委ねてくださったこと、またご自分が神から出て神に帰ろうとしていることを知っておられた。 残念なことにユダはここで、ね、完全に自分の思い、ね、サタンに明け渡してしまいました、ね。それは心の内で彼が完全にイエス様を信じていない、ね。自分の人生をイエス様に明け渡していません。彼はサタンの誘惑声を聞き、サタンに従ってしまいます。 そして、イエス様を裏切りました、ね。私たちは気をつけなければなりません。ね、そして、お互いにね、一緒に祈り、教会として祈り、あの、まあ、重要なのは、本当に今回、聖書カウンセリングのカンファレンスに行って、本当に私が素晴らしいなと思ったのが、メインスピーカーの一人のスティーブン先生のお話でした。 スティーブン先生の教会ではカウンセリングセンターを立ち上げたそうです。カウンセリングセンターを立ち上げて毎週月曜日、週に1日は、教会以外の人たち、教会の外、ノンクリスチャンの方々、本当に今、サタン、ね、この世の神であるサタンに従って生活している人たちがいます。ね。人殺しではないかもしれません。ね。 会員の罪を起こしているわけではないかもしれない。でもこの方々は神様を認識していない生活をしています。神様の悲しまれる生活をしています。自己中心的な罪に陥っている。ね。ペテロとユラと同じです。神様を喜ばれ、喜ばすことを考えずに生活しています。ね。神の栄光のために生活していません。自己中心的な将来成功したい。 ね、試験で良い点数を取って自分のため、または家族のために良い高校、大学に進学しよう。それは、ね、間違ってるとは言いません。でも、私たちの最終的なゴールではありません。最終的なゴールは何ですか私たちが日々の生活すべてにおいて神の栄光を表すことです。私たちの生活を通して人々が神様が一番、 この世の素晴らしい神様を知り、神様を礼拝することです。ですよね。だから私たちはここにいます。イエス様を知らない。ね。この暗闇の中にいる。サタンに従ってしまっている。この世の人たちがイエス様を知る。イエス様を信じて救われるためです。本当に私は、あの、ガブリエルの証にも感激しました。ね。サタンに従っていた。ね。 サタンの喜ばれることをしていました、彼は。悪い友達とつるんで、自分の楽しみのために生活していた彼が、完全に変えられました、福音によって。イエス様によって、彼の人生が変えられて、私は伝道をしたい。宣教の働きに携わりたい。素晴らしい。私たちの心の内にも同じ願いがあるはずです。 完全に私たちも変えられました。喜びがある。こんなに素晴らしい福音、人生はありません。周りにいる人たちは苦しみの中にいます。この福音を伝えましょう。ね、スティーブン先生、ね、そのカウンセリングの働きのために、カンファレンスのために来られた彼は、教会でカウンセリングセンターを立ち上げて、ノンクリスシャンが悩みの相談に来るのです。月曜日に。で、悩みの相談に来たその人たちに、 カウンセリングをしています。神様が答えなんだよ。イエス様はあなたのね、すべての問題を解決することができるんだよ。イエス様を信じなさい。ね。そして、なんか、今月、1ヶ月の間に、約、何、何人って言ってました約40人 ?30 人以上の人たちが、バプテスマを受けるって言ってました。すごい。で、その理由が、まあ彼の話によると、 ほとんどの方がカウンセリングセンターを通して来られている方々が多いって、ね。私たちの周りには悩みを抱えている方が大勢います。真実を求めている救いが必要な方々が大勢います。私たちはその答えを持っています。ね、なので、カウンセリングセンターの働きに関わっていただいてもいいです。または今週行われる電動カンファレンス、 土曜曜日、日曜日行われます。どのようにもっとわかりやすく福音を伝えることができるのかまたは一緒に練習をしますその場で教会の建物で実際にお互いに練習をして自信のある方は教会の外を出て行って実際に福音を伝えて証しをしますなので是非その働きのためにも是非お祈りくださいきっとサタンはこの働きを阻止するために いろいろなことをするでしょう。誘惑があると思います。霊的な戦いがあります。今週一週間、守られますように。来週一ヶ月間、この一年、私たち一人一人がその、それぞれの場所で、ペテロとユダ、ね、に、にはならないように。でももし罪に陥ってしまったら、ペテロのように悔い改めて、またイエスに従っていきましょう。お祈りします。 愛する私たちの父なる神様、あなたの素晴らしい福音に感謝します。あなたは、どんな人も変えることができます。今日話を聞いたガブリエル、またはペテロ、あなたがこの二人の人物を大いに変えたことに感謝です。同じ力が私たちの内にも働いています。 福音を伝える、この必要性をまた私たちに認識させてください。気づかせてください。私たちの周りにいるあなたを知らずに亡くなっている方々を私たちが愛することができるようにしてください。周りにいる魂のために私たちが全てを捧げる、そこまで私たちの心に働いてください。 感謝して、イエス・キリストの尊い皆を通してお祈りします。あーメン。